強化調整、稲妻での一件があった後、勝葉は南十字と共に李煜へ戻った。これの新しいのが長き道のり。あ、これ誰とこう一緒にやるかっていうのがもう出てんだ。なるほど。まあ、李煜だな。一発でいけるかな。どこ行くんだこれ。あっちから回りゃいいんか。わあ、国政と国政になった。ノーミスでいきたい。このままノーミスでいけるか。まあ、言うてイージーじゃけな。ノーミスでいったな。イージーはいけるわな。あ、マスター。マスター出るんだ。あ、間違えた。マスター出るんか。1200、2000。同時押しが怖い。同時押しが怖い。
気持ち早めに。気持ち早めにおさんと。お、マスター来たね、これ。マスターまだ来た。今んとこええぞ、今んとこええぞ。これはもう文句ないでしょう。このまま行こう。もうすでに昨日のハードモードがもうちょっと難かったからな。ああ間違えたー。メーカー追いつかないのこれも。うわー、わからん。あ、え、2000ポイントだったよね、確か。届いてないよね、これ多分。え、むず。スタンダード。最長点。むすなんかタイミングが分からんのよ。同調しなんか微妙にずれてんのかか。一応クリアか。いやむずい。コンボが続かんとダメだな。むずいむずい。じゃこれで普通にとりあえず終わったか。今日そういえばまだ引いてないよね。一回しか引けないか。うん。いや。休むことも大事だけど気を抜きすぎてはダメ。こんなもんか。あとはもうタルタリアのデート任務くらいかな。タルタリアじゃないわ、トーマ。あとそれと、あと超運のはまだ終わってない。それくらいか。まあ
単じゃあ、切り替えようかな。もうちょっとのんびりしてからあれしよう。トーマのやついこうかな。眠くなっちゃうんやな、ほんと。まあ、いつも言うけど。デートイベントか。やっぱ基本的に文字を読み続けると眠くなるようになったんだろうな。竹を集めよう。合間にやっぱ合間にちょっと違うことやらないと続かんよな。結構あるよね、多分この辺もね。なんか基本的に何伝説任務でばっかり来てるからあまり関係ないとこ行ってない。あ、宝箱あるわ。でここ来るとき大体なんか切りかかってるときだからさ、やっぱ普通の時に来るの大事やな。遺跡守衛がいたりするんだね。人活簿のレシピ集め放題なんよ、ここ。集め放題っていうか宝箱の中に人活簿のレシピが入ってるパターンがここめちゃめちゃあるからいいよね。新しいレシピをレシピで作ることによって人活簿内のランクみたいなのが上がっていくから。これで間に合いますね。
3匹くらいならなんとかなるな。宝箱見落としないっすかね。話も長いですからね。メインは電話かかってきて落ちてます。了解。そうなんやな。あ、絶景ポイントあるやん。お、宝箱取り忘れてる。展望ポイントか。間違えた。なんかシャラシャラようだな。なんかあるんかな。とても満足です。導かれたな。あ、またあのスキャンみたいなのせんとき。起きてないよね、多分。え、どういう場所？とりあえずあのスキャンから最初するか。まだあるよな。おお、なんか出てきた。いや、めんどくさいとこばっかり行くよな、こいつって。え？不思議な石。あ、そういうこと？え、どっか行ったよね。今の、あれで消滅した？いなくなったよね。え、これも不思議な石じゃない？ダメージ上がったな。これなんか戻ってきてる？開ける？はい。あ、そういうこと？ああ、なるほどね。自分用のこの石の場所を教えてくれるんだな。あ、で戻ったんだ、さっき。俺こいつさっき来なかったっけ。また別件これ。
上？こういう時国政さんめちゃめちゃ便利。あっこか。これは分からんわ。なるほど。で戻れと。刻まれた。何？同じようなとこが他にもあんのかな。っていうかなんかこんな結構重要そうなやつめっちゃ惰性でやってる時間に見つけちゃったよ。大丈夫かなこれ。大丈夫かな。こんなことがあったことを覚えてられるかな。何やったんだっけな今。あ、でも、あの、そんな難しいことやってないよな。なんか、あの、飛んでるやつを追いかけてったら、その流れで、あれが出てきたと。謎がいっぱいじゃな、ここは。元の風景がよくわからないな。こいつら出てきたよ。何？カニか、びっくりした。あー、あれ七天神像よね。あ、なるほど。イノシシ戻んな。あ、この辺めっちゃ切りかかってたとこだな。なかったらこんな感じなんだ。全然印象変わるな。宝箱あった。
そこにもある。助けが必要な方がいるはずです。これはちょっと話早いな。花火の材料はあらへんかな。え、なになにこれ怖っ。なに幽霊おるんだけど。Oh.